介護にとって一番大事なのはやっぱり心だと思うんですよね。ホスピタリティな心っていうのがやっぱり介護の中の基本にあるんじゃないでしょうか。ハルプスピアホームプレゼンツ、街の翼、信州きらり人。この番組はアルプスピアホームがお届けします。長野県介護福祉士会の会長、畠山ひとみさん。現在未来を担う介護福祉士の育成に力を入れています。中学生の時に両親を亡くした畠山さん、そのことが介護の道に進むきっかけでした。介護の精神はさせていただく心でも、初めはその意味が理解できなかったといいます。してあげるではないけれど、するんじゃないのっていうふうに思って、で先輩と一緒におむつ交換に行きましたね。初めて経験した在宅介護でのおむつ交換、しかし利用者にはすぐには受け入れてもらえなかったといいます。すごい声で罵倒されました。帰れって、何するんだみたいにしてすごい怒られましたね。それでも私たちはその人に挨拶をして交換させていただきました。この経験が転機となり、させていただく心の意味に気づけたといいます。交換した後にさっぱりされましたかって言ってたら、その方がですね、こういうふうにして、申し訳ない申し訳ないって、あ、こういうことなのかと思いましたね。私たちに委ねてくださって、させてくださって本当にありがとうって思わないと、その人と同じ目線には立てない。相手の心に自分の心を重ね合わせていく、大事なのはそういう心なんじゃないかなというふうに思います。利用者に寄り添い続けてきた畠山さん、今日もさせていただく心を伝えています。この番組はアルプスピアホームがお送りしました。